ちょろかし。3、2、1、はずごいまい。急にアップしております。今日は、くしたが来たということで、やりたいことがあります。世界一周する男の持ち物検査いいですかやって。あ、どうぞ。今、勝手に回しております。くしたがね、世界一周ね、実際何を持ってるのかっていうのをね、今俺んち泊まりきたけんさ、これガチっすね。ガチやろもう急にちょっと気になった。見てください、クッシーの荷物ね。世界今俺んち来とけんさ、シドニーにいるけんさ、その男がねどんな荷物を持ってるのか、中にねもしかして怪しいもん入れてきちゃえねんかなと思って気になると思うよね。まずリュック見せてください。俺もう見て。いや、ないっすよ。別に UG とかないっすからね。へぇ。重さで言ったらもう10キロちょいぐらいかな、今。ああ、重たいね。結構重たいね。12、3キロぐらいあるかな。おう。これ一応カバーしとんや。はい、このカバーやっぱ必須っすね。あれね。雨よけ？雨よけと、あの、防犯対策ですね、これ。ああ、なるほどね。見えへん方がいいっすね、やっぱ。ああ、なるほどね。うん。おぉ、結構でかいよね。ね、でも、キャリーバッグとか、これだろ。あ、すげえ、早速これこれはもうドミトリとかやっぱ止まったりするんで。うん、なるほどね。ナンバーみんなに言っていいですか？ダメですいいけどいいんか、どうせ合わんやろ。あ、確かにナンバーはじゃあ見せないように。はい、開きました。これマジガチ抜き打ちやけんね。抜き打ちなんで汚いっすよ、そんな整理マジしてないんで。いや、もうもちろんね、もう本当そのままできてます。今シドニーに入った櫛田が、じゃあさあ今開けてもらいました。いいですか本当に。いや、いいっすよ。なんやろ、別に思わないっすよ。世界を旅する男のバッグの中身。全然思わないっすよ。あ、結構、あ、でも綺麗に詰まっちゃうね。まあ、え、一個ずつ見ていっていいですか本当に。いいっすよ。何これ、靴磨き何これ何、これ開けて、これなんすかね。ああ、これ予備の携帯、ここに。あ、こんなところに入っちゃうの。私くしメインの携帯これなんで、こんなだ、これあえてダサくしてるんで。なるほどね、わざとダサくして。はい、でこれシャオミの、中国製の携帯ですね。なるほどね、中国製のシャオミ。結構でも画質良くて、バッテリー持ちいいんでめっちゃいいっす。なるほどね、はい、確かに携帯何を持ってるかね。はい、で SIM2 つ入るんで。あ、SIM2 つ入るん、はい、でこれが iPhone12。 なるほどね、いいかな、ほぼ使ってないっす。あ、ちゃんとなんか酔い止めの。ああ、そうですね、一応あるんや。はい、この前ちょっと日本帰った時に揃えたっすね。うん、あ、なるほどね、はい、うん、これいる、これ。いや、靴汚れたらあの必要これ、ほぼ使ってないです。あー、下痢ね、食あたり。あ、これのいりそうやんね。そうっすね、使ったことある？いや、今のところまだ使ったことないっす。あ、ロキソニン、これある？ないっすね。ほとんどねえやないかこれあの、めちゃくちゃ健康っす。そう、絶対使わんやろこんなん。あ、この前、いや、この前これ使ったんですよ。何使った、これ？いや、あの、予定全部変更したんで、ちょっと手帳？手帳いるんか、こんな。いや、僕あれっすよ、日記12年書いてるんで。あ、そっか、日記を書いちゃうけんね。日記を書いてるところです。あ、これあるね、わかりました。次、はい、はい、お願いします。これもちゃんと、もう自分で、これ結構便利っすね。何？あの、折りたたみハンガーっす。1個しかない。いや、4つぐらいです。あー、なるほどね、はい、あ、コンパクトになるハンガーなんや。これはなかなか重宝してますね、うん、なるほど。確かにホテルに行ってハンガーとかね、はい、乾きがさ、あと、これっすねこれ結構重要っすね、あのこうプラスチックでフォークもナイフもナイフじゃないスプーンにもなるっていう。絶対いらんやろこれ。いや、これね、あの、うん、ほんまにいるっす。いる？たまにあの、なんやろ、うん、テイクアウトで持って帰った時に、うん、宿持って帰ってこう持った時に、うん、あの、ない時あるんで。いや、もうこれどっちかをうまく使えばいいよ。フォークだけでも。いや、それが両方いけるんですで、これか、あの、すぐ乾くんで。それ、プラスチック製の、ああ、うん、これ必要ですか？これ1本あれば、ほんまめちゃくちゃ便利です。みんな、これ1個あれば、はい、2つ使えるということで。はい、あ、こっちはあ、洗濯わさびとかちゃんと持っちゃうんや。あ、これ、まあ、洗濯わさびは一応あったほうがいいっすね。それは洗剤？あ、洗剤っすね。あ、確かに。小分けの。洗濯とかどうしようかとかも気になるよね。すぐ見つかるとか。いや、でも基本手洗いっすね。
あ、水で、あ、水でなんかあのボディーソープとか石鹸とか手洗いっす。で洗剤を使うのはあんま少ない。うん、少ないですね。これお茶、あ、これお茶っす。ほぼ飲んでない。飲む、これ絶対飲む機会とか。あ、飲まないっす。あ、そっか、水でできるわけね。あ、でも飲まないっす。はい、基本的に次こういっぱい入ってる、ね、これは、あ、それヒゲ剃り、あの、あれ、あ、なるほどね、これヒゲ剃りとかそういう、まあ、ヒゲ剃りっすね、うん、どんどんいきますよ、私は。サンダル、あ、サンダルね、はい、サンダルです。サンダルっす。それはこれはあれっすね、まあ、免許とか。あ、大事なもん。そうっすね。免許はどうしてんの。免許はもう国際免許で。あ、なるほどね、できますね。大体1年間ね、使える国際免許で、はい、あ、もうこれが私の、うん、最も大事なカードですね。写していいの。あ、写したらあかんか。おい、めんどくさいねかも。写しちゃダメだろ。プライオリティパスっす。あ、これでラウンジがやっぱいけるんで、うん、どこでも、どこでも。なるほどね、まあ、プライオリティパスあれば。僕だから5、60箇所ぐらいは行ってるんじゃないですか、ラウンジ。そうやね、いけるよね。めちゃくちゃ乗ってるんで、飛行機。お、最高っす。これカード書類ね。まあまあ、はい、うん、これは、シャンプーとか入ってますね。リンスのいらないシャンプー、懐かしいな。この前日本帰ってた。なるほど、日本で帰って。これはそういうのもないっす。袋、袋ね。あとは服っすね。これはこれ服っすよ。これまあまあ便利っすよね。これちょっとあのちょっと気も小さくなるっす。わかります。どういうこと。これアウタオル。あ、なるほどね、はい、あ、今これを説明してくれるとバッグが小さくなるってことね。あ、そうですね。まあ、あと服っすね。え、服少なくね。え、あと、あ、そうでもないか。あと圧縮袋。あ、圧縮、サッカーの服やな。やっぱサッカーの服って結構いいよね、乾きやすかったりする。まあまあ、そうっすね。うん。あ、でカメラっすね。これカメラね。これは、あ、 GoPro ね。 GoPro っていうか、これもあれっすね、あの、準備はしっかりしてるんですよ。使わへんのに。めっちゃ薬あるやん。でも使ってないやろ、ほとんど。一回も使ってない。最強な男です。準備だけはしっかりするやん、ね、いらんやろ。いやいや、準備は大事です。でも使わない。なんかあった時、いや、使わないです。使わない。で、GoPro。あ、GoPro ね。だカメラもあれっすね、僕はあの。うん、何使ってんの、カメラ。もうこのボロボロの望遠レンズだけしか持ってないです。あ、普通、な、昔からあるカメラに。あ、そうっすね。望遠をつけてるだけ。はい。GoPro と望遠レンズと、あと携帯ですね、うん。それだけです。あ、そうなんや。まあ、あんまこだわりない。携帯のさ、保存とかどこにしてんの、携帯にしてんの。あー、クラウドっすね。なるほどね、はい。クラウドにやっておけば大丈夫か、うん。確かに。容量とか気になるもんね。そうそうっす。あと、あとそれお土産っすね。誰にやるんやろ、お土産。タイで。これもお土産っすね。お土産をもらったわけね。いや、あの、あげるやつ。あげるやつ。タイの友達。だこういうのに荷物増えるんすよ。そうやね。そういうの、これあげてとか、この人にあげとってとか、持ってってとか、荷物鍋やね。そうなんです。あと、うん、あ、これお土産っす、高押しに。え？俺にお土産？はい。ジャパンのどこで買ってきたこれ、正直。これ、ちょっともらったやつっす。おい、いやいや、いいんか、もらったやつ。流して、もう日本の。はい。お土産いただきました。日本のセンス。はい。これウルトラライトなんですね。あ、これがあれか。はい。マイナス15万、15度まではいきます。マイナス15度。そうやね。でもマイナス30度にいったくりやけど。あ、30無理っす。これあったかいんやね。はい、軽いね。これやっぱすごいっすよ。ねえ、やっぱすごい。あとは。あ、これ靴の匂い消しですね。めちゃくちゃいいっすよ。これスパイクめっちゃ臭くても多分消えますよ、これ。マジで。あ、そうなん。めちゃくちゃいいっす。あ、でも匂い消しとか靴とかはいいかもしれんね。いや、一回靴臭くなったら終わりじゃないですか。ね、僕、一足で行ってるで、靴。え、靴、一足で回ってんの？でも、この匂い消しがあれば、マジで消えるっす。みんな、これを持ってってください。この一足で。なんか無臭のやつもあって、無臭の方がいいかもしれないですね。うん、なんかそれ、これちょっと匂いつ、なんかちょっとついてるの。うん、これいけるみたいです。で、あとは？あとはもう何もないっす。こんなもんですね。あとはもうなんか充電のやつ、うん、ああ充電色がえ少ないね。そうっすよ、やっぱ服寒っ。これがいいのか、やっぱ。ああそれで上はもういけるっすね、ほぼすマイナス15度までいけるね。もうこれでいってたね、マイナス15度。すごいね、なんかちょっと残念だな。だからなんもないっすよ、マジで。おう、なんか面白いの出てくるかと思ったんで。あとは何もないっすね、ほんまに。すごいね。あとバッグ2個っすね。これで、これとこれで。ああ、なるほどね。はい、あ、そっか、バッグ2個か。こっちは。だからこっちもだからちょっと服
だけっすね。こんだけっすよ、これ服。あ、そうなんや。はい、これまあ日記日記とかね。日記は毎日書きよ。日記毎日書いてますね。12年ぐらい書いてる。マジ？ずっと書いてます。手帳は？すごい。これも毎日ですね。ずっと一つの手帳？はい。とあとはあの旅のあれですね、しおりはもう手書きで全部。ああ、そう、見せていいの？ちょっと見せよ。これもあの全部手書きで行くとこ先に書いて、うん、あとはもう行ったとこ丸するだけで全部行ってます。ああ、すごい。これから行くところそういうとこ豆やね、しっかり経営してる ね。これなくしたら結構だるいっすね。あ、そうやね。それなくなったら結構きついね。結構だるいっす。すごい。全部書いてます。薬多すぎやろ。いやでも、うん、もしものというやっぱ常に最悪を考えとかったんですから。でも全然風邪とかひかんだろ。そんな全くひかないっす。めちゃくちゃ弱んだよ。余裕っす。ひかないっす。みんなそんなに面白くなかったかな。でもすごいね、あの世界を旅する男の持ち物検査。確かにやってみましたね。面白かったと思うよ。でも見てる人たちはね、セイロガンとかいうのがいろいろあったけど、あの基本的に彼強いっす。俺の方がめっちゃいる。ということでみんなチャンネル登録グッドボタンよろしく。じゃあね、バイバイ。